こんにちは。アマゾンインストサポーター、堀秀夫です。今日はオーストラリアアマゾンで売れた商品を確認する方法です。アマゾンインストの肝は、売れた商品を何度も販売することです。まあ、そのためね、売れた商品を確認しやすく表示するやり方をご紹介します。まず、セレアセントラに入って、オーダーのところにカーソルを持っていくとね、 マネージオーダーって項目がありますんで、それをクリックしてください。まあ、そうするとね、えー、商品が売れたものがずらっと並ぶようになります。それから、メールも送らえてきます。売れるとね、えー、あんまりね、たくさん売るようになっちゃうとメールがうざったくなるんですけど、まあ、初めの頃は嬉しいもんですよね。amazon.com.au はず、シップとザアイテムユーソールと。 売れましたって送られてきますこれ大体いいね最近はもう納品すると受け取り作業中に売れるということもね、えー、出てきましたんで、まあ、半年前と比べたらだいぶ納品の違いもあるなと、ね、半年前は納品しても売れましたってなかなか来ない本当にちゃんと自分の商品は出品されてるのだろうかオーストラリアアマゾン 買っている人あんまりいねえんじゃねえだろうかといういろんな心配があったんですけど、まあ、ようやくね、まあ、入れれば売れるという楽しい状態になってきてますんで、まあ、この注文履歴並べてね、えー、ああ、なるほど、この商品売れてて、関連探してないなとかね、あれ補充忘れてたとかいうのでね、えー、必ずチェックして、アマゾンは同じ商品を売り続けるのが肝です。何しろね、 売れた商品を補充するのはもう商品のリサーチとか何も必要ないんで、もう注文は本当ネットでやるならね、10秒以内で終わっちゃうわけですから、まあ、10秒でサクッと注文して、来た商品をもう一回納品してまた売るというのがね、どん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 えー回転が良くなっていくと、売り上げも増えて利益も増えて、なのに作業は楽になっていくという好循環になりますんで、この売れた商品をチェックして補充する。 あと関連商品を探すというのはね、必ず忘れずこ行ってください。以上、AmazonFX サポーター、堀秀夫でした。